はい、皆さんこんにちは、レミです。今日はこちらのバーガンディカラーのリップに合うようなメイクをやっていきたいと思います。で、先日この動画でエチュードのこのミニリップキットの全カラーを紹介したんですけども、こう全カラーをつけてみた時にこのマットなバーガンディカラーがどうしてもこう苦手意識っていうか使いこなせない印象を持ってしまったので、妹にすぐあげようかなって思ったんだけど、こうやっぱメイクの動画も撮ってるし、できるだけこう色味だったりこう苦手なバーガンディカラーを克服したいなと思って、今日はなんとかこのバーガンディカラーに合うようなメイクをしていきたいなって思いました。で、今日はもうスキンケアが終わっているので早速ベースメイクから始めていきたいと思います。じゃあ早速ファンデーションから塗っていきます。ファンデーション今日使うのがこちらのクリオのキルカバークッションファンデを使っていきたいと思います。最近は暑いので特にメイクが以前より崩れやすいなっていう日が増えてきちゃったので、できるだけ重ねずに薄付きで仕上げるようにしています。少し前からこうパーソナルカラーっていう言葉がすごい流行ってるじゃないですか。で、私は前診断をした時にイエベ肌だったので、あのバーガンディカラーが似合わないかなって思うんだけど、皆さんはこう自分に似合わない色とか苦手な色ってメイクでありますかね。なんか今までそのパーソナルカラーっていうのを全然気にせずメイクだったりお洋服選んでたんだけど、パーソナルカラーっていうのが流行りだしてからなんか前より似合う色似合わない、なんかパーソナルカラーを基準にいろいろ色を選ぶ機会が多くなってきちゃって、逆になんかいろんな色を試せなくなってきてしまった気がする。次にパウダーいきます。パウダーはいつも使っているエチュードのフィックス&フィックストーンアップパクトを使っていきます。このパウダーは鼻のテカリとかメイクの崩れが気になりやすい鼻を中心に細かいパールが入っていて、肌がすごく綺麗に見えるので、この目の下の部分にもややハイライト効果も狙ってここに入れていきます。次に眉毛描いていきます。眉毛はメイベリンのペンシル&ブラシ使っていきます。今日使うアイブロウマスカラはエチュードのカラーマイブロウマスカラ使っていきます。色はリッチブラウンです。シェーディングはエチュードのフェイスカラーシェーディング使っていきます。色はミディアムタイトです。ダイソーで買った大きめのブラシでシェーディングしていきます。まずこの一番エラが気になるこの輪郭のところから塗っていきます。そしたらこの次ここの影を入れたいところにポン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 って影を入れていきます。はい、次にエチュードのこの同じパウダーを使ってノーズシャドウ入れていきます。まずこの影を入れたいところにこんな感じで線を入れて、これをぼかす感じで影を入れていきます。はい、次にアイシャドウいきます。アイシャドウはエチュードのプレイカラーアイパレット、色はローズボムを使っていきます。今日使うリップがバーガンディカラーなので、それに合うような紫みのあるアイシャドウを使っていきたいと思います。まずベースにこの薄いパープルカラー、ラベンダーっぽい色を上まぶた全体と下まぶた全体に塗っていきます。これはマットな色味のアイシャドウです。で、次にこの色を二重幅全体に塗っていきます。これベースはマットでうっすらラメが入ってる色味です。二重幅とちょっと出るぐらい塗ろうかな。これもバーガンディリップと同じくあんまり使わない感じの色味なので、普段と結構印象が変わりそうで楽しみです。仕上がりが
この色を上まぶたのまつげの生え際の部分にアイラインっぽい感じで塗っていきたいと思います。同じ色を下まぶたの目尻部分にも、次にここのこのラメを上まぶたの真ん中の部分と下まぶたの真ん中の部分に塗っていきます。これは指で塗っていきます。で次にこの色をチークとして塗っていきたいと思います。今日はチークは控えめに薄めな感じで塗っていきます。多少血色があるかなぐらい。アイラインはキャンメイクのクイックイージーアイライナー使っていきます。まずまつげの隙間を埋めていきます。で目尻はちょっと跳ね上げで描きます。次にマスカラはメイベリンのラッシュニスタ使っていきます。で次にさっきシェーディングに使ったパウダー、シェーディングパウダーで涙袋を描いていきます。続いてハイライトいきます。ハイライトはエチュードのフェイスシャインハイライトを使っていきます。はい、じゃあ最後に問題の苦手なバーガンディカラーのリップを塗っていきたいと思います。これはマットシックリップラッカーの色はバーガンディですね。これはこの間この買ったエチュードのミニリップキットに入ってたやつなんですけど、フルサイズのやつが売ってるので、もしよかったらホームページ見てみてください。はい、ということで今日は私が苦手なバーガンディカラーのリップを使ったメイクをしてみたんですけど、いかがだったでしょうか。個人的にね、なんか結構ね、挑戦する意味で今回このメイクをやってみたんですけど、やっぱね、恥ずかしい。このね、この色味が照れますね。なんか全体的には多分ね、そんなに濃くないんだけど、リップが濃いだけで、なんか多分自意識過剰なんだろうけど、ここになんかね、視線が集まってる気がして、すごいなんかね、勇気がいるメイクだなって思いました。あと夏にはちょっと暑苦しそうなメイクな気がするから、冬になったらまた気持ち新たに挑戦してみたいと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のメイクや今日の動画が良かったなって思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。